こんにちは。精神科医の松崎です。精神診療プラチナマニュアルの、そして教養としての精神医学準備中の松崎です。今日はですね、 専門についてお話しいたします。専門って、精神科の病棟にいるというよりは、一般的な病棟の中にいる精神障害。これがなかなか重要なのでお話しいたします。医学生や看護学生等の医療系の学生さん、絶対してなきゃいけないし、研修医、初期研修医の方とかの参考になれば、また幸いです。というわけで、本格的な精神医学をわかりやすく解説いたしましょう。 今日のテーマは、専門。専門とは、意識と注意の障害と理解してください。特に、看護学生さんは意識障害とご理解ください。医学生は意識と注意の障害とご理解ください。専門は、急性になるものです。急になるものです。そして、一日の中で良かったり悪かったりするので、昼間会うと普通なのに、昨日の夜は大変だったらしいよ。みたいなことがあるもの。あとは、一日一日でもどんどん変わっていくものです。 その辺が認知症と大きく違うところ専門には2つあります。過活動性のの。専門、大騒ぎになってしまうものそして低活動性の専門もうぼやぼやと寝込んでしまって話しかけても応じられないあの低活動性の専門どっちかっていうといわゆる意識障害のイメージです一般的に専門専門と言って困ってるのは「下活動性の専門」 の方ですす幻覚や妄想が効率に生じます主に夜中に生じるんだけどもなんか犬が入ってきたあそこに人がいる何か虫が飛んでるなんていうふうに幻覚の類お前ら私を殺そうとしてんだろうみたいな妄想を抱いたりそれで結構病棟がバタバタする看護師さんがよく苦しい思いをするそして 質検討式。検討式とは場所。ここがどこかわかっている。今がいつかわかっている。相手が誰なのかわかっている。自分がどういう立場なのかわかっている。これが障害されるので、今入院してるはずのに自分が入院してるということがわかってなくて、なんだここは、なんで私の家に人が入ってきてんだ、だとか。今、夜。 だということがわからずに、私はこれから出勤するんだなんていう騒ぎ出したりする。相手が看護師であること、自分が患者であることが分かってなかったりする。ここどこだかわかります時計見ずに今何時頃かわかりますかこちら来てどのくらい経ちますか以前にも私お会いしたことありましたっけ私何の仕事してると思いますまあ白衣着てやってるんだけども、結構当たり前なはずの質問に、 答えられなかったりするもの。専門じゃない時だったらちゃんとしてるんだけど、専門起きてる時にこれがわかんなくなる。専門の患者さん。 しばしば、そわそわ、そわそわ、わなわなわな,わなしてたりします。小ウ,ウというもの。そして、睡眠覚醒のリズムの乱れがかなりの率で伴っていて、しばしば夜中に大騒ぎをする夜間専門というのが問題になります。これが夜勤帯に入った病棟で、看護師さんたちがなかなか苦しめられるもの。注意、集中力の低下が生じるので、 お話をしていてもぼーっとしてたりするもの。そして話をしていても何かこう適切な答えが返ってこなかったり、そのまま脱線したりなんてこともありえます。そして術後専門って言葉があるんだけども、体の侵襲による専門、手術を受けたということ、安静をしなきゃいけないということ、そしてドレーン等の管が体に刺さってたり入ってたりするようなこと、そういったことによって専門が よく誘発されます。手術の後、安静にしてなきゃいけないそのタイミングで、点滴だ、ドレーンだ、いろいろ入ってる、尿道カテーテルとか入ってるそのタイミングで、化活動性の専門になられると、たまんないですよね。 精神障害ってものを考える上で、心因性、ストレスなどによるものだとか、難因性、いわゆる精神障害、うつ病、統合、失調症、双極性障害だとか、そういったものがある中、体の問題、薬等の影響によって生じるものを外因性と言います。その 代表格です。さあ専門には3つの因子があるとされてます準備因子直接因子促進因子というものをそれぞれ紹介しましょう準備因子高齢であること認知症であること喫煙性の脳の問題が過去にあったということ大酒飲みであること過去に専門があったことなどこれを今から防ごうと思っても無理です若返りの薬でもなければでもそういった方が入院してきたそういった方に病ると 動機が出てきたっていう時には、専門の可能性を強く考えなければならない。入院した高齢の患者さん、結構効率に専門が起きやすい。一般の人よりも。認知症だと専門のリスクが高まる。なんていう話もあります。促進因子っていうのは、専門になりやすくする因子のことを、そこには身体的苦痛、精神的苦痛、関係的苦痛、 環境の変化などがあり、身体的苦痛、不眠、痛み、便秘、尿閉、視力や聴力の低下などによって、専門はより起きやすくなります。特に、痛みだとか眠れてないようなことなんていうのは、もう積極的に解消していくべきでしょう。あとは、精神的な苦痛、不安であること、落ち込んでいるようなことも関係しているとは言われています。環境の変化 入院患者さんなんていうのは基本的には家から入院して手術受けてなんていうふうに。 環境変化を伴っているので、専門になりやすい。集中治療室、ICU の類でよく専門の類よく起きます。昔は ICU 症候群なんていうふうに呼ばれてました。点滴がずっとついている。おしっこの管、尿道カテーテルがついている。チューブ、管、コードの類が体についていることも専門を招く。だから、なるべくそういったものを減らせるといいねっていう話なんだけど、そもそも専門になるような人は体の病気がある。体に何らかの 問題がある時なのでコードケーブルの類がより必要なタイミングでもあることが多くなかなか悩ましいものですそして痛みが専門を招くので頭痛の管理は重要です直接因子これは専門の原因と呼べるようなもので体の病気そのものだとか薬だとか手術をしたことなどが専門の原因になり得ます専門の背景には物質病気あとは脳神経 などの身体的な問題が存在します。なので、ほとんどの精神科医にとっては、それ、中には専門、すごく熱心に取り組んでいる先生もいますが、専門って結局、 体のことが問題なんでしょ体の問題があって熱が出る、痛みが出るのように、体に問題があって専門があるんだって、精神疾患じゃないよね的な感覚でいます。なので、専門、精神科医が治せって言われると、いや、それは体の問題を取らなきゃ治んないよ。でもね、我々はその専門が治らない間、ごまかす方法について少しは詳しいかなぐらいの話でまた治療のところでお話ししたいと思います。 ベンゾージアゼピンと呼ばれるような睡眠薬の類で、専門の率が上がります。専門の人。 夜夜中中にに騒ぎやすすいいです夜中に起きててててるるととと思っっベンンゾジェピン系の睡眠薬ななんていうのを飲ませると良くないっていうこと先生、お父さん急にボケちゃったんですが、なんて家族に言われることがあります。家族からすると、認知症と専門、どう違うのかなんてわかりません。認知症は徐々に進行してくるものであって、基本的には治らないものがほとんど。どちらかというと、介護の導入が必要です。しかし、専門は急に生じます。 そして、しばらくして、原因がなくなると、基本的には回復するのが前提。3分の1が24時間以内に、3分の1が2ヶ月以内、もしくは退院までに回復する。ただ、まぁ、ちょっと、 長く続くものもあるとは言わなければいけません。専門があると、まあ認知症の発症リスクが高い。認知症だと専門のリスク高い。そして専門になったような人は認知症になるリスクも高いってことは言えます。家族がいたら、最近誰々さん、入院患者さんね、この様子は普段と比べて混乱してると感じますかなんて聞くと、専門かどうかが結構効率に 判断できる。特に HCU、ICU の類で働いているような、もしくはそれ以外の体の病気で、ね、いろいろ専門に対応する可能性がある先生だとか看護師さんは、ご家族が来た時に、面会した時に、ご様子どうですかご家族から見て。っていうのを聞いとくと、ああ、おじいちゃんね、前から認知症だからね、まああんなもんよ。なのか、いやいや、もっとシャキッとしてたのに、なんか今日あったら様子が違って、ただの認知症なのか、いや、専門なのか、 ってことが分かるでしょう。専門が生じると、転ぶなどの事故のリスク、あとは病棟管理の負担、そして入院期間が長引きやすいといった問題があります。死亡リスク上昇とあるのが、結局、死亡リスクが高いような人に専門が起きるだけなんじゃないのって私はちょっと迷いがありますが、まあ一応、専門があるような人は死亡リスクが高いですよとは言われてます。なので、専門はやっぱり予防、そして生じたら早期に対応する必要が というわけで専門についての話でした少しでは参考になったでしょうか専門の治療対応についてはまた別の動画で解説したいと思いますこの動画少しでも参考になったらチャンネル登録やグッドボタンぜひお願いいたします精神診療プラチナマニュアルなんていうのも是非よろしくお願いいたします教養としての精神医学も今準備中です応援のほどよろしくお願いいたしますな感じかなというわけでご視聴ありがとうございましたお疲れ様でしたうん